なるべく耐えてくださいね。はい、どうも、トワイスです。今回もバイオハザード RE4 続きをやっていきたいと思います。ボディアーマーとナイフを修理したら、ショットガンの威力を上げることができませんでした。じゃあ行こうか。鎧と戦った、そして謎解きだけだった。あ？越剣の間。これ、なんだ？乗り物酔いとかは大丈夫？お気遣いどうも。到着。よかった。ただ移動しただけですね。マップ的には、ん？あ、あー、すっげー前に戻ってきた。そうなんだ。こういうショートカットなんだね。どうしよう。今回探索会にしてもいい？ダメ。あー、くぼみのある王冠。王冠にも宝石をはめれるのね。改造費用がめちゃめちゃ高くなってたから、そう考えると、助かりますね。こういうお宝回収パートをわざわざ挟んでくれるというのは。だってこれも取ってないし、そうだよな。四角い。はい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 。改めて小さな鍵とかも探し直しますかね。なんか追加がいそうだけど。あ、やべ。これ、上から狙うべきだったかもしれないな。多分だけど、覚醒したよな。あいつら。レオン無事？余裕さ。いやー、そっかそっか。そういえば元の場所に戻ってきた時にそういうあったっけな、ギミックがさ。あらららら、らあらららら。多分みんな覚醒して、下の方にいるよ。どこにいんの？隠れるの上手すぎなんだが。この真下とかか。あ、いたいた。いたけど覚醒してねえな。狙われてる？こっから向こうは見えづらくなってるのか？あ、ちょっと待ってね。無事か？うん、大丈夫。いるわ。そっか。そんな人まで いよ。くそ。反応が遅い。えぐいね。しかもあいつか。ああ、たくさん来たよ。このタイプが何体いるかによるんだけど、もう使った方が良さそうかもね。よし、
案外聖域なんて守られてねえもんなんだな。向こうからも来てる。危ない。せや。出ちゃった。ナイフ追撃が今多分できたんだろうな。これはもう死んだ扱いなんだな。で、寄生虫含む何人かがまだこの先におる。こいつは足打っても足つかないのかな。だとしたらもう素直に頭狙うんだけど、とりあえずこれで全員って感じ。赤いやつとかもいたけど、赤いやつは倒したかな。ちょっと自信ないな。うん、では。金塊。シンプル宝。そして、これは、立方体のオブジェ。ああ、なるほど。合わせなきゃいけない。この面だな。違う。この面じゃないかもしれない。この面だった。ドーン。なんか高そうな。天秤の女神像。ほう。ここのトレジャーはとりあえず取ったから一旦売りに行くか。ショットガン強化したいしね。どうも。で、要件は何だ。天秤の女神像は売却専用か。思ったより高くはならなかった。ああ、王冠来ちゃったな、これ。ね。イエローダイヤモンドがあれば、一番高い状態で売れるな。ファイブカラーズでしょ。イエローダイヤモンドマッチするか、それは。そう、一番高くなる組み合わせは、四角い宝石が3つと、そしてルビー以外の丸い宝石なんだよ。だから、イエローダイヤモンド待ちをしよう、これは。あ、違う違う、改造改造。ウェルカム。さあ、できた。改造費がめちゃめちゃ高いのよね。ショットガン入るようにしようかな。腕に自信がねえなら武器を改良するしかねえ。カスタムは正義だぜ。でも今マシンピストルが結構使う感じになってるんだけど、僕が相談数改造するのって長く打てるというよりは弾を多く持てるかどうかなんですけど、弾は常にカツカツだからあんまり装填数を強化するメリットを感じないというか、そういうところがあるんですよね。ああ、まあ迷った時のこれらだよな。幸運を捨てまして死ぬなよ。ダメージを結構食らうからなんかそっちで金を取られちゃってる分がありますね。なんとも言えない。
なあ、せっかく来たからあれかな、正門とかの方に回って小さな鍵ないかもう一回探してみっかな。欠けてるのはあと一つ。はい、というわけでですね、見つかりませんでした。何も。まあ、水の間とかそっちの方あたりまでは行ってないんですけど、まあ、ないもんはないってことなんでしょうね、きっとね。さて、これは？これっぽいな。これでいいんじゃない？陽光町のランプ。いいお宝がたくさん手に入りますね。で、王冠は貴重なファイブカラーズ待ちなので、今手持ちの中で一番高い組み合わせを。ルビーがあんまり活躍しなさそうなので、これのトリオボーナスで売っちゃうっていうのが、安牌かな。サファイアを待ってもいいんだけど。見ててくれ。絶対損はさせない。ウェルカム。まあまあ。何から始める？ちょっとこれで売っちまうか。いつもこうならいいな。で、これといって戦闘とかはその後挟んでないので、武器にピッタリ、いろんな意味でボーナスタイムですね今は。腕は確かさ。どうしよっかな。ライフルの威力っていうのはな、結局遠距離チクチクしかやってないし、この後使うんだとしたら多分孤島に行ってからのリヘナラドールだと思うので、ああでもボス戦もマグナム代わりに使うかな。限定改造チケットが多分ネズミ駆除で手に入るから、マグナムをそれで限定改造にしてって考えると、そうなんだよな、今持ってるこの武器の中でどれを強化するかみたいな感じになってくるんですけど。ナイフの手入れも忘れちゃいけねえ。あんたの生死を分けるひとときになる、うん。ナイフの限定仕様は攻撃速度 1.5 倍。微妙なんよね。ナイフは正直最大まで硬化したからいいとして、多分、マグナムの次に限定改造を狙うんだとしたら、レッドナインだと思うんですけど、とはいえ、ショットガンは威力はマックスにしておきたいしな。リヘナラと戦うのを見越すんだったら、連射速度だよな。まず、レッドナイン。どうだろう。とりあえず装填数か。いやー、取っておきて。とりあえず連射速度アップしよう。見取り決まったか。俺たちの職人技は芸術さ。もう一段階いくか。それで何がまた来いよ。このライフル単発式だから外した時が痛いんですよね。っていうのを考えると、まあ妥当な選択かと思われます。では、残り。絵画の間行って、射的は裏でやろうかな、と思ったので、射的は裏でやります。ガチャだけ引いてね、終わろうかな。さて、ここはどういうところなんだ？いるけど、あいつは鉄仮面だな。スコープ外してたんだった。あ、鉄仮面じゃないわ。おやすみなさい。うん、構え直すのが早くなりましたね。ここまたあれかな、ショーケースにたくさん武器が並んでたりするのかな。もしそうならすげえ楽しみなんだけど。弾がね、どうしても少ないですからね、今。多分ここ行けないでしょう。閉まってる。
なんか前作から考えるとあれですね、反対側から入ってきたみたいな、そんなイメージがあるし、で、この橋多分下に降りるから、下に降りたところでたくさんの敵と戦う予感がするし、一応マイン装備しとくかな。なんかあった時に使うかもしれんしね。ライフルもリロードしとこうか。これから戦うよっていうのが分かってる状態で準備をしないというのは、さすがにね。あと見えるやついねえか。チャリチャリ言ってんのは聞こえるんだよな。ああ、やっぱり。しかもまたいつかよ。メダリオン見つけちゃった。ああ、またか。そうね。せや、やばい。やべ。本当？きついね。あ、こっちにも敵いる。こっちが安全かな。マジか、どんどん出てくるのか。オブねえ。オッケー。なんだかんだあいつはハンドガンで倒すのがいいような気がするな。くそ。顔見せなされ。いや、ガンガン出てくるな。おお。プレゼントだ。当たってないかな。あー、えっぐ。あー、数は無限ではないと思うんだけど。あ、やべ、ちょっとこれきちいな。頭が割れそうだ。すぐ助ける。邪魔なんよな。アシュリー動ける？マジか。いやー、大量に出てくるところは相変わらず苦手ですね。もう一戦行くか。そうですね。これ多分なんだけど、どう考えても上の指導者的なやつ、あいつを先に処理した方が絶対にいいですね。やられてみないと見えないことがあるとはいえど、一発で突破したいと思うのが、まあ、願うところなんですが。
さて、じゃあ行くか。種が分かればね、ある程度対処の仕様もあるんだけど。まだ生きてやがんの？プレゼントだ。ありがとう。いいさ。逆にあの連れてってくれるやつがあのナイフで一撃で倒せるっていうのかな。また何とも言えないところなんですけど。当たんねえ足。アシュリー。ローリアラスプラーガー。ローリアラスプラーガー。よし。オッケー。これであとは大量のやつを相手にするだけかな。せや。後ろからも来たね。本当だよな。やべ、盾持ちは危険よ。やべ、なんもないな。オッケー。ダメか。くそ。走り。ダメか。これちょっときついな。せーの。起こして、なんかナイフ手に入ったから装備して、ハンドガンを装備し直して、体勢は立て直した。やられそうになるとすぐ焦っちゃうのが僕の悪いとこですね。ラストだ。よし、これで限定改造チケットだ多分迷わず限定改造チケットを引き換えるのがいいことかどうかわからないですけどね。いやー、歩き回ればたくさんいいものが落ちてるのにその場で戦おうとしちゃうのは悪い癖ですね。相変わらずここの秩序が良くない。さてアイテムはたくさんあるんだけど助かるな。そっか、ほんといろんなとこに行けるようになってるんだな、これ。おっと、で、レオンくん愛では特に何もないか。にしてもあの赤いやつ、ずいぶん耐えたな。お、レッドベリル。イエローダイヤモンドの方が今は欲しかったけど。
前向きだな。これであれかな、あの通路の下にもなんか足の間っていうかな、その辺にもなんかあるのかな。あ、宝じゃん。これは重要。ヒエローダイヤモンド、やったぜ。これは史上一番高い宝が作れるんじゃない？いくらになんの？10万。やば。でも多分これが、一番高い組み合わせなんですよね。だから、これは勝つるぞ。さて、じゃあ先に進みますか。多分宝は、取ったね、全部。小さな鍵。相変わらず手に入らないな、小さな鍵。まだ鍵のかかってる引き出しがもう一種類あるんだけどね。よ。ショットガン。おぉ。ハンドガンとサブマシンガンね。いいな。いい感じです。なんか強化手榴弾がどんどん増えていくな。破片手榴弾がもう何終わっちゃってるのかな。旬が。16あるとマグナムは17からか。じゃあちょっと取っておくか。ショットガンの弾。地味に手すりにも置いてあるのちょっといやらしい。はい、焼き屋だ。OK。あ、たくさん来た。あ、よくないね。せや。うん、まあ3人だけでなんとかしようと思ったのはちょっと甘く見てたかい。なんて調子こいてると大広間の方にも誰かいそうだよ。いないか。じゃあはめたら、はめたらここが開くのか。先にセーブしとけよかった。マジか、このまんまアシュリー編が始まるとは思わなかったぜ。
OK。では、今回はここまでとさせていただきます。射的とか先にやっておきたかったな。では、ご視聴ありがとうございました。失礼します。